日本関東地方神奈川県横浜市南区広明寺町広明寺町は横浜市南区の町名。町名のない単独町名である。住居表示未実施。郵便番号は232-0067。不明寺町の面積は0.263平方キロメートル。南区南部の大岡川佐岸に位置する。大岡川沿いは低地で、西部は丘陵が広がる。町の西部に 京急本線が通り、広明寺駅が置かれている。駅の西側は、広明寺公園となっており、市立南図書館やプールが設けられている。駅の東側の広明寺は737年に、混流された横浜市最古の寺院である。広明寺と鎌倉街道の間は、闇市の流れを組む愚明商店街となっており、年には、 当時東洋一と言われたアーケードがかけられた。横浜市営地下鉄の広明寺駅は鎌倉街道の地下にあり、愚明寺町からは離れている。住宅地の地下は2017年1月1日の工事地下によれば、愚明寺町はざ前田184番6の地点で25万5千円平方メートルとなっている。広明寺村のあたりは近隣のサイト村、久保村、 中里村と共に、多タ久号と呼ばれていた。多タ久号の四家村は、江戸時代には、江戸幕府の儒学の最高権威である、林大学頭が管轄する、湯島聖堂寮に属していた。その後、湯島聖堂が、昌平坂学問所へ改められたことに伴い、幕府直轄の学問所寮となった。大正初期はお茶屋三十軒余りを有する、花町としてにぎわったが、 1911年頃に井戸家国町などへ分散された。1923年の関東大震災では多くの被害を受けたが、第二次世界大戦では被害を免れたため、広脇寺、観音通り商店街が大きく発展した。かつての倉木郡宮寺村の一部で、1889年4月1日に、周辺の村と合併、大岡川村大技、広脇寺となり、 1911年に横浜市に編入された。町名は町内にある広脇寺にちなむ。1943年に中区から南区が分離したことにより南区組を寺町となる。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。